高齢者のワクチン接種でインターネットでの予約が課題となる中、三島市は今日、高齢者をサポートする会を開いています。三島市では高齢者に対する新型コロナのワクチン接種について、明日から電話と市の公式 LINE 専用ウェブサイトで予約を受け付けます。このうち LINE やウェブサイトでの予約は高齢者にとってハードルが高いことから、市は今日サポートする会を開き、多くの人が詰めかけました。一生懸命メモをしましたけども、メモしたことが明日で実践がその通り間違いなくできるか、まず、ネット予約をするところまでたどり着けないという方が多くて、最初のそのネットに行くところまでの入り口についてのご質問がすごく多かったです。スマホ等を持っていても、その先あまりインターネットを使われない。三島市で対象となる65歳以上の高齢者はおよそ3万2000人で、明日からの予約ではおよそ6割にあたる6月分を受け付ける予定です。高齢者へのサポートは明日、明後日も行う予定です。